はい、ということですね、今日のニュースは東京女子医科大ボーナスが出なくて400人のね看護婦さんが辞めちゃうっていう、このニュースしばらく前からやってますよね。でもうそろそろなんか決着というかね、終わりそうなんですけれども、なんかねこの問題をいろいろ調べたり考えたりしてると、これはね東京女子医科大だけの問題、そういったねレベルの話じゃないんじゃないのかなと思ったんで、今日はねかなり遅れてるんですけれども、このニュース取り上げようと思いました。まずはねざっくり東京女子医科大どういったニュースだったのか紹介して、で補足なんかも入れながらね、でこっからね僕はどういう風に考えたのかって話をしていこうと思います。はい、じゃあニュースの紹介なんですけれども、東京女子医大一時金ゼロ回答、看護師400人退職希望。これね新聞赤旗なんですよ。まああんまそこに意味はないです。東京女子医科大学は30億円の赤字として夏季一時金ゼロを、まあ、ボーナスがゼロと労働組合に回答。看護師の退職希望が400人を超えると推定されます。主要3施設の看護師2200人の2割近くにあたります。まあ、東京女子医科大っていうのは3施設あって全部で看護師さんが2200人いたと。で今回夏のボーナスがゼロっていうふうに発表して、400人程度がね辞めるっていうふうに言われています。もちろんねこの原因っていうのはコロナで外来が減ったとか、東京女子医科大の場合っていうのはコロナ患者の受け入れっていうのも始めたので、それによるコスト増とかこういったことで赤字になるっていうことでボーナスが出せない、簡単に言うとねそういうニュースなんですけれども、それでもちろんね働いてる看護師さんから不満の声が上がっていて、ちょっと紹介してきますね。コロナで大変になり始めた時期から心身ともにきつい場面がありました。でも給料のためボーナスのため自分が生きていくために歯を食いしばって頑張ってきました。中略、私たち看護職がいなくなったら誰が看護するんですか、誰が患者さんを見るのですか。20代女性看護師。コロナのことがあるので今までのような額の支給は期待していませんでしたし、それでもしょうがないと思っていましたが、まさか支給なしになると思いませんでした。病院の指示通り行動を自粛し、パスポートも出しました。これパスポートも預けてたんですね。だから休みがあっても海外には行くなっていうね、パスポートまで出させたと。結構ここすごいなって思いましたけれども、業務内容は一切変わらないのに昇給もしてないし、一時帰休だって受け入れて収入は減る一方です。なのにこの仕打ちはひどいと思いました。まあだから本当にね看護婦さんたちの負担っていうのはコロナ患者を受け入れて、まあ人にもよるんでしょうけれども、すごいね心身ともに負担が増えた人もいるんですよね。あと逆に外来の患者さんが減ってるんで、今あったように一時帰休だからたくさん看護師さんが来てもらってもしょうがないんで、まあ自宅待機って感じでね働く日数を減らしてもらって、その分給料もね減らさせてもらったっていう扱いがあると。そしてさらにボーナスも出なかったと。であとちょっと補足する情報としては、結構なニュースでね30億円の赤字っていうふうに病院が言ってるっていうふうに報道されてましたけれども、これっていうのはねもし全員にボーナスを出したら、このね働いてる看護師さん2200人に全部ね前年通りのボーナスを出したら30億円の赤字になると。まあ病院自体もそういうふうに30億円の赤字になるからって言い方して、ボーナスを出したら30億円なんですけれども、逆に出さないとね30億円まで赤字にならないと。まあどっちもどっちなんですよ。この出した場合に赤字になる額を持っていってる病院も微妙なんですけれども、この30億の赤字っていうのはボーナスを出した場合の赤字だから、本当はこんなことにならないって言ってね、まあ、さも黒字になる、本当は黒字になるみたいな言い方してる方もどうかと思うんですよ。これね、まあ、ボーナス出さなかったとしてもね結局はねマイナス14億円の赤字にはなるみたいです。なんかね去年この東京女子医科大っていうのは平均のボーナスっていうのはね55万円だったと。だから多分ね2200人分出したらね、まあ、12億円ぐらいになると。まあだから赤字は赤字なんですよね。しかもこれ夏のところまでで30億円の赤字になるって言ってますから、まあボーナス出さなかったら14億円ぐらいの赤字だと。で何でもねこのまま行くと、これもボーナス出した場合かもしれないですけれども、もう50億円以上のね赤字になる可能性があるんですって。まあ前半でね14億円ぐらいの赤字ですから、ボーナスを出さなくてもね、まあ1年で見たらね30億円かそれ以上の赤字になるってことは確かなんだと思います。あ、このペースでいけばね。でもこのペースになっちゃいますよね。であと病院側が叩かれてるのが、まあこれ大学病院なんで大学もあるわけですよね。その大学の施設っていうのを建て替えていて、だから校舎の建て替えとかやってるんですかね。そういうのでね、まあ1000億円ぐらいかかると。そこにお金を使ってるのにボーナスが出ないとは何事だっていうふうに言われてるのも、そういうのもあるんだそうです。まあただ個人的にはねちょっと詳しいことは分かんないですけれども、やっぱり大学って建て替えたりとか、それはそれでまあしなきゃいけないんじゃないのかと思うんですけれどもね。であとこの建て替えで理事長室、ここを変えるだけで6億円使うっていうふうにね、まあ、言われてるんですけれども、これどうもねデマみたいなんですよね。まあいろんなデマが出ると。であとでねちょっとこれも話すかもしれないですけれども、今回ねこういったね医療関連の団体の発表では、ボーナスが減額した病院ってのはまあまあるんですけれども、完全にゼロだった病院、これっていうのは、まあ、その組合に属してる病院なんでしょうけれども、300ぐらい属しててね2つしかなかったと。その1つが東京女子医科大でね、もう一つが確かね千葉のね船橋の病院だったかな、ここもねボーナス出なかったんですよ。
で、ここも同じくね、学校じゃないんですけれども病院施設を建て替えてると、これも叩かれてましたね。同じく病院の建て替えにこれだけお金使うのにボーナスゼロかって言って、だからボーナスゼロがいいかどうか置いといて、やっぱりね、病院の施設ってのもね、建て替えは必要だとは思うんですけれどもね。まあそんなところで補足も含めた概要って言うとそんな感じです。で、さっきも言いましたけれども、なんで今回ね、東京女子医科大が赤字になってるかっていうと、大きい理由は2つで、1つは新型コロナの患者の受け入れをしている、これっていうのがやっぱコスパが悪いみたいなんですよね、簡単に言うと。そして外来が減ってる。この外来が減ってるっていうのは、もともとこういった状況だからみんな病院に寄りつかないと、それで減ってるのもありますけれども、東京女子医科大っていうのはコロナ患者の受け入れをしてるわけじゃないですか。そうするとね、より外来で来る人っていうのは減るんじゃなかろうかと。そういったことからね、東京女子医科大は余計赤字になってるっていうふうに言われています。で、ちょっとね、今回紹介したかったのが、東京女子医科大が新型コロナウイルスの患者の受け入れを決定した経緯、その辺がね、ニュース記事に書いてありましたんで紹介したいと思います。これがね、コロナ医療体制は大丈夫か、東京女子医大で看護師400人が退職希望、ボーナスゼロ、給料減額では最前線で働けない、悲痛激白、ここ文春オンラインですね。上司からも、コロナ患者を受け入れるとさらなる経営の圧迫が見込まれるため、病院としては断固として断るつもりと聞いていました。だからね、病院もそういうふうに考えてたんですよね、余計経営が厳しくなると。ところが感染が拡大し、都から再三の要請を受けた結果、コロナ患者を受け入れることが決まりました。だからこれね、今読んだように上司からも聞いてたってありますから、多分ね、本当にね、病院としてはやりたくなかったんでしょうね、もともと。それで再三要請されたから、やっぱ誰かがやらなきゃいけないっていうふうにやったのかなと。僕なんかそのままそう信じちゃうんですけれども、だってこれ内輪の話でこんな感じになってますから、まあ本当はね、何かの意図があってこれを受け入れを決定してたとしても、まあ、実際にね、誰かがやらなきゃいけないっていうのは本当のことですからね。で、新型コロナの患者を受け入れたらなんで損かっていうと、さっきみたいにコスパが悪いと。まずこれがね、新型コロナの患者っていうのは原則として一部屋に一人しかね、入れないんだそうです。だから新型コロナの患者っていうのは原則個室ってことですよね。で、しかももともとそういう風に作られてない病院っていうのは、普通の部屋をコロナ患者用に使うわけでしょ。そしたら例えばですよ、病院にもよると思うんですけれども、4人で使ってた部屋、もしかしたらそこに1人の患者っていう可能性もありますよね。まあちょっとね、リノベーションとかしてるとこもあるみたいなんですけれども、まあどっちにしてもね、普通の1部屋4人入ってるような患者よりも、区切られた1つの部屋に1人ってことだから、ちょっとね、場所も取りますよね。そしてね、やっぱりこういうふうに新型コロナの患者の受け入れを決めた病院っていうのは、新型コロナの患者がその場所にいないからって他の患者を入れるわけにいかないんですよね。新型コロナ患者用に開けてるところだから、コロナ患者がいなくてもそこは開きっぱなしってことなんですよ。他の患者を入れるわけにはいかないと。で、一応国も何にも補助がないわけじゃなくて、やっぱちょっとは補助があるみたいで、新型コロナの患者で重症中等症状以上の患者の病床には1日あたり4万1000円っていうのは補助するらしいです。ただね、こんなのじゃね、全然足りないらしいです。まあさっきも言ったようにね、新型コロナ用に場所を開けとかなきゃいけないってのがありますからね。しかもこれ重症とかそういった患者じゃないとね、補助出ないってことになっちゃいますからね。まあ他にも補助あるかもしれないけれども、ここに書いてあったのはそういう補助でした。そして当然コロナ患者を受け入れると外来患者も大幅に減少したと。だからね、コロナ病棟だけ見ても収支は良くないし、病院全体で見てもね、当然外来患者が減ると。だからやっぱ当初ね、病院側がコロナ患者の受け入れをすると余計経営を圧迫すると、まあその通りになってると。でね、僕はこれが一番でかいリスクだなと思ったんですけれども、まあコロナ患者を受け入れると、そうすると万が一院内感染が起こり、職員が濃厚接触者になれば2週間程度は外来や入院をストップしなければならない。まあ最低2週間でしょうね。すると大学病院なら数億から数十億単位の減収になります。これはちょっとリスクでかいですよね。だからね、こういうとこ見てもね、僕は大学側ってのはなんかすごい叩かれてると思うんですけれども、よくね、新型コロナの患者の受け入れをね、決定したなって思っちゃいますけれどもね。まあだからってね、ボーナスゼロが良かったかってまた別の話ですけれどもね。で、今のはね、病院側の新型コロナウイルス患者の受け入れの経緯と、そして経営的な話だったんですけれども、ここからね、じゃあ新型コロナウイルスの患者っていうのを受け入れることを決定したと。そしたら当然ね、そのための人員、まあ看護師さんですけれども、これを確保しなきゃいけないですよね。その時の経緯っていうのが説明されている場所がありました。まあ、文字情報になっちゃうんですけれども、実際にコロナ患者の受け入れが始まる直前の5月下旬、A 子さんがいつも通り病棟で勤務していると、上司から突然、全員集まってほしい、と大部屋に招集された。そこで市長から各部署からコロナ患者の病棟で勤務にあたる看護師を出さなければならなくなった、行ってもいいという人は手を挙げてほしいと言われました。スタッフの表情は曇り、ほとんどの人が下を向いていました。正直、行かなくていいのであれば誰も行きたくないですよね。即答するには時間が足りなく、その場では手を挙げる人はいませんでした。もう一回考えてほしいと言われ、その2日後に市長と1人ずつ面談を行い、最終的に誰も行かないのなら私が行きます
と申し出た看護師数名に決まりました。私も名乗り出ることができませんでした。これがね、まあ、ちょっと面白いというか興味深かったのが、やっぱりね、新人すぎるとね、そもそも無理なんですよ。ある程度の経験がある看護師さんで、そしてできればね、感染症対策っての知識がある人がいいじゃないですか。まあ、感染症対策の知識がなくてもさすがに新人ってのは活かせられないわけですよ。そしてかといってかなりのベテランになるとある程度役職を持ってるんで、管理職してるからね。そうするとおのずとある程度ね、新型コロナの病棟に行く人ってのは限られてくるんだそうです。だからもうちょっと具体的に言うと、20代後半とか30代の看護師さんってなりますよね。でまたそのあたりの人たちってのが結構ね、結婚して子供がいる人が多いんだそうです。そういった意味でも本当はやりたくない、そういったね、状況ってのがあったんだそうです。でも誰かがやらなきゃいけないんで、そういったあたりの人たちが新型コロナの患者を担当したと。で、あとね、こういったこともいろいろ書いてありましたけれども、やっぱりね、新型コロナの患者をね、担当するってのは相当きついみたいで、まずね、こう、防疫の服を着るじゃないですか。あれを着てると相当暑いし、呼吸もね、かなりしにくいんだそうです。まあ、ちょっとね、通気性が悪い布マスクなんかつけてもね、歩いただけでも結構苦しいですよね。まああれと同じかわかんないですけれども、防護服をね、着るってのは暑いしね、息もしにくいと。でしかもうつったらどうしようって言ってね、自分のこともあるし、もしかしたら子供もね、家にいるかもしれないわけじゃないですか。そういったことを考えながらね、やっぱ働いてるっていうのはね、すごい疲れるそうです。まあ、ちょっと想像しただけでも分かりますよね。でなんだったらね、新型コロナの病棟で働くようになってから子供をね、実家に預けた看護師さんっていうのもいるらしいです。まあいそうですよね。だからそういった感じで、こう防護服着て肉体的にも疲れるし、感染したらどうしようとかいろんなことで精神的にもストレスじゃないですか。もうとにかく疲れるらしいんですよ。すごいストレスだと。そういった状況の中、今回ね、ボーナスがゼロって言われたんですよね。そうするとやっぱガクリと来ちゃいますよね。ただね、繰り返しますけれども、今回の原因っていうのはやっぱり新型コロナウイルスの患者っていうのをね、受け入れを決定したからなわけであって、それっていうのはね、やっぱ経営サイドっていうのも再三要請があって仕方なく受け入れを決定したと。まあ多分ね、病院の方だってね、こうなることはある程度分かってたわけですから、だから断ってたわけですけれども、そしてね、自分のところで働いてる社員、まあ看護師ですけれども、そこにね、ストレスなんて与えたくなかったと思うんですよね。なんかだからね、こう働いてた看護師さんもかわいそうだし、まあ経営があってもね、結局損しかなかったわけじゃないですか。なんかちょっと本当にかわいそうな話だなって思っちゃいました。まあ確かにね、ボーナスゼロってのはまあ結果的にミスジャッジってことになるわけですけれどもね。でここからこれがね、東京女子医大だけに起きてる問題かって言ったら、当然ね、そんなわけないんですよね。ちょっと記事読みますけれども、3割の医療機関で夏のボーナス減、不支給の病院も気持ちの糸が切れかねないと危機感、新型コロナ。医療連は加盟する医療機関を対象に2020年の夏のボーナスを尋ね、6月30日までの回答を集計した。回答した338機関のうち115機関 34% でボーナスの額が昨年よりも引き下げられていた。全く支給しないと答えた医療機関も2つあった。まあ、これがさっきも言ったようにね、東京女子医大と、あと千葉県のね、船橋の病院です。船橋の病院の方でもストがね、行われたそうです。まあ、小規模だったらしいですけれどもね。で、やっぱり今回ね、ボーナスが減った原因っていうのが、コロナで外来患者が減ったりとか、入院患者数っていうのもね、減ってるそうです。そして他にもですね、感染予防策のために増えた経費や、あとね、場合によっては人件費もね、増えたそうです。まあ、新型コロナの対策をやるから人をね、多く雇ったってところもあるんですね。で、結構ポイントっていうのが、僕の周りでもね、まあ、直接じゃないですけれども、僕の知り合いの家族は看護婦さんがいるとかね、例えばお母さんとか、実家のお姉さんとか、そういったのでね、結構ボーナスなんか減ってないけどってところも結構ね、聞くんですよね。でもおそらくこれがね、原因なんですけれども、今回ね、ボーナスが減ったって答えたところっていうのは 34%、まあほぼね、3分の1あったわけですけれども、これがね、東京都や大阪などの都市部だからね、新型コロナウイルスの患者数が多いね、都市部の病院でボーナスカットしてるところっていうのがね、多いんだそうです。だから田舎の病院とかはそんなに関係ないかもしれないですね。あともともとね、外来患者なんかを受け入れてるわけではない特別な病院っていうのもありますから。僕の知り合いから聞いたのは、僕の知り合いのお母さんが勤めてる病院があって、それ東京じゃないんですけれども、精神病院だと。やっぱこういったところはね、全然関係ないっていうふうに言ってましたね。ただね、まあ、今回の東京女子医大みたいにダメージを受けてる病院っていうのは確かにあると。で今回僕は思ったことなんですけれども、これやっぱりね、東京女子医大だけの問題じゃありませんし、もうだから病院全体、病院っていうのかな、病院業界全体の問題だと思うんですよ。だってこれは新型コロナによって外来患者数が減ってるわけでしょ。で新型コロナの患者を受け入れた病院っていうのはもっと負担が増して、もしかしたらね、それで外来患者余計減ってるかもしれませんしね。しかもウィズコロナっていうのは結構ね、これからももっと続く、まあ1年以上は全然続くでしょって思ってる人ってのがね、やっぱり多いと思うんですよ。
っていうことですよ。みんなの意識が変わらない限り、しばらくね、これからも、まあ1年以上かなんかわかんないですけれども、外来患者の数っていうのは減ったままになるわけじゃないですか。で、これがこのまま続くとどうなるかっていうと、それはやっぱりね、病院っていうのはね、潰れてきますよね。病院の数が減っていくと。まあ特に都市部だけかもしれませんけれども、そうすると今度は新型コロナじゃなくて、病院の数が足りないってことによって死んでいく人っていうのも出てくると思うんですよ。なんかだからね、これも個人的にはですけれども、今のところね、新型コロナウイルスによって死んだ人っていうのは、まあ数で言うとね、批判を受けるかもしれないですけれども、1000人日本はいないと。そしておそらく今ってね、僕はね、弱毒化してると思うんですよ。確かにね、こう第2波らしきものが来てから重症者数っていうのもね、少し増えたんですよ。2週間前ぐらいはね、確かね、34人ぐらいだったんですよね、重症者って。で、今過去最高に1日の感染者数って増えてるって言ってますけれども、まあ、そう言ってもでも2週間前34人だったのが今ね55人、確かに増えてはいるんですよ。でもね、一番ひどい時って400人近くいたんですよ、この重症の患者数ってのが。それはまだね55人ですから。僕はだからね、この状況で人々が気にして、で、なんだったらね、それが原因で病院が潰れていく。そうすると病院数が減って、他の要因でね、死んでいく人が増えていく。これはどうなのかなと思っちゃうんですよね。じゃあどうなったらいいかっていうとね、病院に人が戻ればいいと。外来の人とか入院患者の数が、まあそれも変な話なんですけれどもね、病院にね、まあ健康で行かなければね、それが一番いいわけですから。ただね、本当だったら行ってた人たちってのも行かなくなってると思うんですよ。だから少なくともね、若い人たちってのは、まあ老人とあんま接点がない人とかね、まあ今まで通り病院に行っていいんじゃないのかなと思うんですけれどもね。かといってね、前はね結構病院に行っていて、今ちょっと新型コロナは怖がって病院に行かなくなった老人、それにね、気にせず行っちゃいなよとまでは言えないですしね。本当になんかちょっと難しい問題ですよね。しかも病院に人を戻すってさっきも言いましたけれども、外来患者と入院患者数減ってるわけじゃないですか。その言葉で聞いたらいいわけじゃないですか。でも変に減ってるから問題なんですよね。かといってね、外来する人の数と入院患者を増やすっていうのも変じゃないですか。本当にちょっと難しいですよね。で、とりあえず病院っていうのがね、赤字が続くとするじゃないですか。そしたらやっぱ頼るようになるっていうのはね、国ぐらいしかないわけでしょ。こういうこともね、書いてありましたね。これハフィントンポスト。今年の冬のボーナスカットをする医療機関はさらに増えるでしょう。だから今回夏のボーナスの話でしたけれどもね、冬のボーナスカットするところっていうのはもっと増えるんじゃなかろうかと。このままでは退職希望者が続出し、患者対応する看護師らの人手も不足して深刻な事態になりかねないと危機感を募らせる。医療連は国から医療機関に対する財政支援を求めている。一応ね、これなんか国からの医療金なのかな、これが1人当たり、まあ、最大ですけれども20万円、これがね、8月ぐらいにとりあえず病院にはね、給付されるらしいです。まあ1人当たりだからね、病院を経由して看護師さんに行くと思うんですけれども、でもね、あくまでこれやっぱ一時金なんですよね。だってね、この状況っていうのはもしかしたらね、ウィズコロナで外来とかね、入院患者が減った状況っていうのが何年か続くかもしれないわけじゃないですか。まあそれいつかは忘れ去られると思うんですけれども、気持ち的にはね。でも結局ね、病院に外来とか入院患者が戻らないと元のね、収支のバランスには戻らないわけですから。だからやっぱ一時金とかで解決するような問題じゃないんですよね。もちろんないより全然あった方がいいんですけれどもね。だからね、これ国はね、もっともっと病院にお金を出して病院数っていうのを減らさないようになんとか維持するのか、無理くりにでもね。それともね、国民側っていうのがもう病院数が減って他の要因で死ぬ人も出てくるけれども、それはしょうがないわっていうふうに受け入れるのか、はたまたね、うまいことこう人々の意識からコロナっていうのをね、忘れて元通りになっていくのか。でもね、自分が老人だったらね、なかなか忘れないですよね。コロナだからね、しばらく病院行くのやめとこうって思っちゃいますもんね。ちなみにね、今回のニュースの中心になっている東京女子医大、結果的にね、好評になってるみたいです。看護師の使い捨て、東京女子医大を退職した女性の不審、まあ、ちょっとタイトルがね、あれですけれども、大学は一転、賞与支給を検討。その後、教職員から200件以上の増収削やコスト削減などの業務改善案が寄せられ、あ、スタッフから寄せられたんですね。政府の第二次補正予算によって好条件での借り入れができるようになったことで、資金調達も可能になったことから、8月に下記賞与を支給する方向で検討しているという。ということでね、とりあえず東京女子医大に限っては夏のボーナス、まあ、いくらかわかんないですけども出るようになったと。言ってもね、これ2200人に55万円支給したとしたら、まあ、12億円以上ですからね、結構なね、負担ですよね。もちろんね、この東京女子医大っていうのは規模も大きいんで、数十億円のね、黒字になったりする年もありますから、なかなか一概には言えないんですけれども。でもね、やっぱ問題はさっき言ったように、業界全体でどうなるかってことですよね。病院数がこのまま減ってしまっていいのかどうなのか。なかなかね、僕もこれこうしたらいいっていう意見が言えないんですけれども、ちょっとね、気になったニュースでした。ぜひ紹介したいなと。はい、今日はこんなところです。